黒島神社は、鹿児島県姶良市場名に所在する神社である。タギト留姫、タギ義継姫、大名を持ち命、王神天皇、神宮皇后を祀る。神社市では、和道元年2月29日創建とあるが、江戸に誤りがあることから確実ではないとされる。福岡県の東島から鈴木三郎正氏、四郎正義がこの地域に移り住んだ際に、 弟の城正義が山田地区の開拓に当たったとされ、彼が神社を創建したとされている。もともとは社殿は山頂に築かれており、これに対して川の手前に拝殿が設けられていた。拝殿から社殿へ向かって木製の橋が架けられていたが、この橋は女性が渡ることが禁じられていた。法永6年6月1日に山津波が起こり、社殿は壊滅した。 この際に山腹付近に社殿が再建されている。教法三年に寄進された石道楼と天明四年六月二十五日に完成した石橋が残されている。この橋は四指定文化財となっている。文化十一年には供養塔が建てられている。明治初期に女原市神社、日屋妙剣、石道妙剣を合紙した。大正年月日に現在地に転ており、 現在の社殿はこの時のものである。宝物として、刀剣四ぶりと鎧一両があったが、刀剣は盗難に遭い、鎧はボロボロの状態になってしまっていたことから、昭和43年に50万円で売却して、神社の基金に組み入れられた。老神神社早馬神社愛らし中津屋に所在する、老神,神社の神様と、黒島神社の神様の間で、ある時、 住吉池の所有権をめぐって争いになった。住吉池へ先にたどり着いた者が池の所有権を得るという競争をして決着をつけることになり池に近い老神神社からは牛に乗って遠い黒島神社からは馬に乗っていくことになった。しかし黒島神社の神様は相手はどうせ遅い牛に乗っているからと油断をしてゆっくり行ったところ負けてしまい 住吉池は老神神社の所有になったという言い伝えがある。帰り道に起こった黒島神社の神様が乗ってきた馬を蹴飛ばし、飛んで行って落ちたところが、豊か止めにある早馬神社の場所であるとされる。ありがとうございます。